皆さんこんばんは本日はお集まりいただきまたご視聴いただき誠にありがとうございますこれよりレッスリユニバースサービス方針発表会を始めさせていただきます司会は私塩野純二ですどうぞよろしくお願いいたしますそれではまず本日の出演者をご紹介しましょうまずレッスリユニバースプロデューサー長澤成明さんですよろしくお願いししますよろしくお願いいたします 続きましてレッスリーニバースプロダクトマネージャーの石川美優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして最後はプロレスリングの GLG のジェイクリー選手です。ジェイク選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はジェイク選手あの率直なレスリーニバースのご感想をお願いいたします。まずなぜ。 一選手の私はここにいるかというところですよね。はい,はいはい、はい、そういうところもありますけれども、はい、ちょっとジェイク選手のご意見もいろいろ伺っていきたいと思いますので。私でよければもうもちろん喜んでやらせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい。というメンバーでお送りいたします。さあ本日はレスリーンディバースからいろいろと発表があるとお聞きしております。それでは長澤さん石川さん発表をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは私から発表をさせていただきます。えー、まずはこちらです。 ユニバース会員価格の改定についてお知らせをさせていただきますいつもレッスルユニバースをご利用いただき誠にありがとうございます2021年10月のサービスリニューアルより業界最高水準での高画質配信日本語英語実況配信大画面テレビ視聴など皆様にご満足いただけるサービスをご提供してまいりました そしてレスリユニバースがこれからもよりプロレスというコンテンツの面白さを現状以上の水準で世界の皆様に発信し続けていくために慎重な検討を社内で重ねた結果本サービスの価格を3月22日より月額税込1298円に改定させていただく判断をさせていただきました。 レスリーニバースはこれを機にサイバーファイトの動画サービスという枠組みを超えて次のステップに成長していけるよう尽力してまいります突然の価格改定大変恐れ入りますがご理解をいただけますと幸いいでございます、はい、まずは金額に関してのお知らせでした3月22日金曜日14時以降の登録また継続が1298円税込みとなります詳しくはレスリーニバースをご確認ください 続いてはアップデート情報についてです引き続き長澤プロデューサーよろしくお願いいたしますはい今回のお知らせはただ金額が上がるというお話だけではございません多くのお客様にこれからもレッスルユニバースをお楽しみいただくためにまたまだレッスルユニバースを知らない方にもお楽しみいただけるようなコンテンツをさまざまなものを用意しましたまず一つ目の発表はこちらとなりますプロレスリングノアの配信コンテンツを強化してまいります マンデーマジックのシーズン2は全、えっと、エピソード生中継そして先日始まりました新ブランド「リミット・ブレイク」こちらは全試合独占生中継という形ですでに発表しているものもあるんですが改めて正式にこちらが決定いたしましたのでお知らせをさせていただきますそしてもう一点3月以降なんですけどこれまでアベマでの独占配信が多かったノア のは高楽園ホール大会なんですけどまあこちらレッスルユニバースで独占配信数を増加していくことが決定いたしましたで、まずは3月31日高楽園ホール大会のレッスルユニバースでの日本語英語独占生中継が決定しております えこれ以降も、4月以降も順次お知らせをしてまいりますので、ぜひあのお楽しみいただければと思っております。はい、ありがとうございます、えー。ジェイク・リー選手、3月31日は、えー、ワグナー選手とジェイク選手の GHG ヘビー級選手権のタイトルマッチがありますけれども、今後こうやって増えていくというところではいかがでしょうか。今回が初ということですよね、ねはい、これに関しては。これ負けられないじゃないですか、私。<laughs> いや、もちろん負けるつもりなんてないんですけどそうですよねこういうふうにやっていただけると選手のモチベーションももちろん上がるし何よりレスリュー・ユニバースっていうコンテンツは私本当に一視聴者として登録してるんですよ <laughs> はい登録しているのであの普通に聴いていて楽しみなんですよね <laughs> はいちょっとした価格改定なんてはっきり言ってあの これを見ている方々からしてみたら、本当に、あそれぐらいだったらっていう問題なんですよね。多分これからの時代のニーズに合ってる、いや、もしかしたら安いぐらいだと僕は思っているので、はい、だからもっと強気で、はい、やっていってもいいのかなって思ってるぐらいですね。はい はい、ありがとうございます。えー、ということで3.31のこのタイトルマッチも含めましてぜひノアを皆さんレスリングバースでお楽しみいただきたいと思います。さて長澤プロデューサー、えー、さらにこう追加コンテンツがあると聞いていますこれが楽しみなんですけれどもこちらの発表をお願いい。します。はいえー、その前にまずは、えー、と先日サイバーファイトグループからの独立が発表された頑張れプロレスについて、えー、配信がどうなるか気になるというご意見を、えー、よく目にいたしました。 なのでこちらについて本日サービスとしての方針を正式に発表させていただきたいと思っております4月以降もガンバレプロレスの試合に関してレッスルユニバースでの VOD 配信を行ってまいりますガンバレプロレスファンの皆様にはご安心いただきながらこれからも熱い試合をお楽しみいただければと考えておりますよろしくお願いいたします続きましてこの度サイバーファイト以外の 他団体のコンテンツ配信が決定いたしました追加コンテンツはこのようになります新たにリアルゼロワン道のくプロレス仙台ガールズプロレスリング一挙にこちら3団体の試合映像をレスリユニバースで新たに配信することが決定いたしました はい新たに三団体が一気に配信が追加されるということで三団体の試合を見ることができるようになるということですさあこちらの三団体様より実はメッセージが届いていますのでここでそちらをご覧ください皆さんはじめまして道のくプロレスの新崎仁生ですこの度三月からレッスルユニバースにて道のくプロレスの定期配信が決定いたしました 東北で活動する道のくプロレスを今後は世界中の皆様に見ていただきたいと思いますプロレス見るならレッスルユニバースぜひお楽しみください皆さんはじめましてゼロワン田中松です3月からレッスルユニバースにてワンの定期配信が決定しました 激しいリング上の戦いを世界に向けてたくさん見せていきますのでぜひよろしくお願いしますプロレスるならレスススルユニバース皆さんはじめまして仙台ガールズプロレスリング里村芽子ですこの度3月からレッスルユニバースにて仙台ガールズプロレスリングの定期配信が決定しました仙台を中心に戦っている本格女子プロレスを 世界に発信していきますのでぜひお楽しみにプロレス見るならレッスルユニバース里村芽子でしたはいというメッセージをご覧いただきましたけれども長澤さん、これ団体が一気に3団と増えましたけれども今後どううなっていきますすかねそうですねそでこれからやっぱりサイバーファイトという枠組みを超えて レスリングバースが持っている高品質のプロダクトであったりとか、あと全世界の配信っていうところを強みを生かしながらプロレス界全体を盛り上げていけるようなコンテンツの拡充を目指してまいりたいと思っておりますはいわかりました、ジェイク選手こう、3団体が新たにレスリンニバース追加となりましたけれども、こ選手としてのこう率直な感想、いかかがですかまず映像に出ていた3選手があまりにも大先輩すぎてですね。はいあの 私も今後プロレス見るならレッスルユニバースってこれ言わないといけないなっていうのはすごく思いました <laughs>。一度言いますね。はい、プロレス見るならレッスルユニバース。会場でも言い続けます。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。はいということで今後の配信に皆さんどうぞご期待いただきたいと思います。またこの度ですねレスルユニバースの公式 YouTube チャンネルこちらを開設いたしました。 こちらでは試合動画の無料公開や会見などの中継をお届けいたしますこちらも併せて皆さんよろしくお願いいたします以上レスリーニバースの追加コンテンツに関するお知らせでしたでは続いては新機能に関してのお知らせになりますプロダクトマネージャーの石川さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします私からはレスリーニバースの新機能についてお知らせいたしますまずはこちらです 現在、レスルユーニバースでは国内外問わず多くのお客様にご利用いただいております。そして約4割が海外のお客様ということもあり、ライブ配信中のコメントも日本語と英語が交わることが大変多くなっておりました。その中でお客様同士がより配信を楽しんでいただくために、このたびコメント AI 翻訳機能というものをリリースいたします。これにより、ライブ配信中に投稿されたコメントを日本語と英語で翻訳できるようになりました。 AI 翻訳を使って世界中の人たちと一緒にリアルタイムでプロレスの視聴をお楽しみいただけますそして二つ目にユニバース会員限定で会員証のフルリニューアルをいたしますこちらは継続日数に応じて会員証デザインが変わる仕様となっておりましてステージごとの特典も今後追加予定ですこちら二点のアップデートは先ほどリリースされておりますのでぜひお楽しみください はい、いありがとうございます、えー、ジェイク選手、これ世界中の人たちとこう同時にコメントでコミュニケーションができるという機能ですけれどもいかかですか海外の方がそこまでわれわれのプロレスを見てくれてるっていうのはとても嬉しいことで,でコロナが開けて、まあ、だろうな海外の方も日本に来られてこっちも海外に行けるようになって。だから このレスリユニバースで今は日本の会場のみっていう感じになりますけど1つお聞きしたいんですけどこれがもしノアでも、まあ、DDT でもどの団体でもいいんですけれども海外で試合をするってなった時もこのレスリユニバースでその映像は中継されるということですかそうですねその大会の、あのー、タイミングとかにもよるかもしれないんですけど全世界での配信、あのー、例えば海外からの 打ち上げ映像を打ち上げたりとかっていうところの配信にもこれからチャレンジはしていきたいなと思っているのでそれこそ全世界の配信っていうのを実現していきたいなと思っておりますそしたら今後は本当にいろんな意味であの世界に展開していくっていう形で一選手としてもそれはとっても大丈夫ですかそうですねグローバルなサービスとして一緒に広げていければなと思っております。はいはいはい、ありがとうございいますはい ありがとうございます <laughs>、えー。非常に楽しみになってまいりました。はい。さあでは続いて、えー、石川さん引き続きまだ情報があるということでお願いします。 はい続きまして今後リリース予定の大型機能についてのお知らせです現在選手が個人で配信できるキャス配信機能というものを開発中ですこれまでの番組配信とは異なり選手が個人で自由に配信ができる縦型ライブ動画機能によりここでしか見られない選手の様子を見ることができたり選手への応援コメントを読んでもらえるようなコミュニケーションができるようになります 今までのレスリーバースにはなかった新しい視聴体験をご期待くださいでこちらは現在開発中となっておりますが今年の夏頃をリリース目指しておりますはい、今後のリリースとしてキャス配信機能についてお知らせいたしましたジェイク選手やっぱりこれからはいろいろこう選手からどんどんこのファンに発信していくそういう時代になってきましたよねそうですねけどこれ あのー、個人個人ができるっていうことですよね、そ,ねその個人の携帯に何をいい、ねまあ、問題があるものでなければ大丈夫です。大丈夫ですかしかも今、いろんな団体が多くの団体があのプロレス見るならレスルーニバースっていうふうに言ってくれて。うんはいで そこでもうレスルユニバースで見れる団体様の選手はそれが全員できるということですかそうですねそういった広げ方をしていきたいなと思っておりますああ、なるほど例えば他団体同士の選手が同じ画面に入ってもそれは問題ないんですかね見てみたいですねあ、なるほどそういったことも我々でいろいろと試しながらできるというそうですねああ。 分かりましたありがとうございます <laughs>、ね、いろいろ表現の幅が広がってきそうですよねはい。さあそして最後にキャンペーンの情報これがまた盛りだくさんということになっておりますキャンペーン情報をお知らせいたします石川さんよろしくお願いしますはい、えー。価格改定以降も会員を継続いただいたお客様に向けていくつかのキャンペーンをご用意しておりますえー、まず一つ目にレッスルマジックペーパービューの割引券のプレゼントです えと基本にはなりますが、この度、レッスルユニバースペーパービューライブレッスルマジック2024がレッスルユニバースで独占配信となります。そして3月22日金曜日14時の時点で、ユニバース会員だった方全員に継続特典として、こちらのペーパービューチケットの1000円割引券をプレゼントいたします。 ペーパービュー券売開始まで会員継続いただいた方がお得にペーパービュー購入いただけるキャンペーンとなっておりますのでぜひご利用くださいそして2つ目に会員限定のデジタルコンテンツのプレゼントですこちらは4月1日月曜日からユニバース会員限定で選手のデジタルサインが入った待ち受け画像を毎月プレゼントいたします画像は月替わりで更新いたしますのでこちらもお楽しみください そして最後三つ目に会場限定のキャンペーンについてです。3月以降大会現地でレスリユニバースのオリジナルグッズキャンペーンを企画中です。とこちらは会員所のステージに合わせて特典などを用意する予定ですので。ぜひ今後の朗報をご期待ください。はい、キャンペーンも盛りだくさんです。ジェイク選手、どんどんこれレスリーニバースのサービスがですね。拡充されていく感じがしましたけれども、いかがでしたか。これに関しては。 もうチェックしてくださいとしか言えないですね。確かにね、<laughs> 私は。はい。はい。というチケットはね割引という情報もありますので皆さんえぜひ本当にチェックしてくださいね。はい。さあここで改めてえ値段改定についてお知らせをいたします。価格の改定は2024年3月22日金曜日14時以降の登録または継続から適用されます。何卒よろしくお願いいたします。 さということで盛りだくさんでしたけれども最後に一言ずつコメントを頂戴したいと思いますまずは石川さん一言お願いいしますはい、重複してしまいますが本日からコメント AI 翻訳機能と会員証のアップデートが入りましてよりお客様に楽しんでいただける機能をご用意できたかなというふうに思っておりますそして現在開発中ではありますがキャス配信機能を通しまして国内外問わず年齢の壁も超えて新しい視聴体験をお届けできるかと考えております の私自身プロレスが好きな1ファンとして今後もプロダクトをより良くしてまいりたいと思っておりますのでレッスルユニバースをどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますでは長澤さんお願いしますはい本日は価格改定のお知らせから始まったんですけどやはりこの世界への発信というところに強みを持つレッスルユニバースなのでまあ、ここ 一つの拠点としながら多くのプロレスファンの方がお楽しみいただけるようなコンテンツをこれからもお届けしていきたいなと思っております。まあ、今回、他団体のコンテンツ追加という話もありましたけどこういったあの皆様があの楽しみに思えるようなコンテンツの拡充というのは引き続き行っていきたいなと思っておりますのでプロレス見るならレッスルユニバースを体現していきたいと思っておりままますすよろししししくおお願願いいいありがとうございましたでは最後にジェイクリー選手お願いします。 今回私、なぜ、なぜこの席に呼ばれたのか、すごく考えました。とても悩みました。あ、なるほどと話していて思ったことが一つあります。これは、私がレッスルユニバースの舵をこれから取っていくための第一ステップだと。 私はそう考えました。なので、これからはプロレスリングのアだけではなく、レッスルユニバースの家事も私が取っていこうと思っております。皆様、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。プロレス見るならレッスルユニバース。はいジェイク選手ありがとうございました、えー、ということで、今日は皆様どうもありがとうございました。はい 以上をもちましてレッスルユニバースサービス方針発表会を終了いたします、えー、どうぞ今後のレッスルユニバースにご期待ください、えー、本日はご視聴誠にありがとうございましたプロレス動画配信サービスレッスルユニバースが春からパワーアップ TDT プロレスリングプロレスリングノア東京女子プロレスに加える頑張れプロレス一読プロレスゼロワン 仙台ガールズプロレスリングなどこれまで以上に多くのコンテンツがいつでもどこでも見放題1週間無料トライアルも実施中プロレス見るならレッスルユニバース